やべえ、バフ7000超えてんじゃん、強すぎ。だけど T10 で攻めてきたんですね、あなたは。わあっと、ついにやってきましたね、出撃英雄第3スロット解放してきましたね。皆さんどうですか、やってますかね。はい、僕はねまだ第2スロットまでしかやってないんだけど、第3スロットまで開けるとやっぱねバフもねちょっと上がるような感じもしますよね。だから今からね僕実際にやってみようかと思いますよ。資源の方もまあまあね必要になるみたいなんで、はい、集めてきました。足りるんじゃないかな、このぐらいでね。で、投資センターの方からできるらしいんですよ、解放がね。で、現在今僕はさっき言った通り第2スロットまでしかね今英雄が出撃できない状態なんですが、これを今から解放して第3スロットまで開けようかと思うんだけど、あ、皆さんやってますか。まだやってない人、知らない人、ぜひねこれちょっと見てほしいんですが、はい、投資センターの中からできるみたいなんですけど、その前にこれ装備をね買い取った方がいいですね。はい、なるべく投資の資源が少なく済むような、早く投資が済むような装備があるならば変更するのをおすすめしますね。それから今からねやっていくわけなんですけど、さあどうだろうね。はい、楽しみだね。はい、中に入ってみると、今ねボス投資センターに新たな英雄産業が追加されましたのでご紹介しますということで、ジェニファーが言っておりますよ。はい、どこだねと、はい、ここですと、一番下にあるんですよ、ここにあるんですよ。これ見過ごした人とか知らない人はちょっと見立ってくださいね。あとちょっとよくわからない人とかも見立ってください。実際僕今から解放していこうかと思います。こちらが追加された産業となります。中でも最後の項目の投資を完了すると3人まで英雄を出撃できるようになります。戦闘力の大幅アップにつながりますので、できるだけ早く投資しましょうということで、投資して第3スロットまで上げたらその出撃金をねさせる英雄もどれにしようかっていうね迷ってる人もいると思うんだけど、参考程度までに、まだ動画で配信しない内容とかもねやっていこうかなと思いますんで、ちょっとね見立ってください。一番下まで行くということなんですが、すごいこれたくさんあるね。一番下見てみると、行動体強化っていうところがあって、投資による戦闘力の上昇、各行動体の出撃可能な英雄プラス1、これっすね。はい、これここまで行かないとダメっていうことで、結構な資源がいるんじゃないかな、加速もいるんじゃないかなと思うんだけど、すげえな。どうなんだこれ、レベル1完了って書いてあるんで、ここに投資する条件があるんですが、なのでこれマックスまで行かなくてもいいんじゃないかな。ずーっと上からね下の方まで多分で、僕は今現在ここまでやってあるんだけど、あ、皆さんがどれぐらいやってるかわからないですが、さあ行きましょうか。どのぐらいいるんだろうな、資源がね。はい、まず左から行くか。はい、これ、あー、どうだろうこれ、いけるんか。加速使っていってくわけなんだけど、左から攻めていきましょうか。足りるんかな、まずそこっすよね、足りるのかどうか。で、右側行きます。まあ、加速全部使って足りると思うんですが、足りんかったら笑っちゃいますね、加速の方ね。はい、これやるのは本来は投資のねイベントやってる時の方がいいかなと思うんだけど、僕はいち早くちょっとこんな感じですよと紹介したいがために見当てますけど、はい、こんな感じで進んでいってますね。すげえいるな、でも資源がねめっちゃいる、意外といりますね。足らなくなる人もいいんじゃないかな、これ。僕も足りるかどうか実際分かりませんけど、あー、どうだろうな、加速の方がちょっと心配かな、資源よりもね。資源はなんとか増やす方法は僕あるんですよ、あるんですが、加速はね増えにくいよね、やっぱね増えにくいので、はい、なんとか足りてほしい、なんとか足りてほしい。今半分ぐらいまでいったんじゃないかな、大体ね。あともうちょっと足りるか、どうだ、この辺がちょっと必要になる部分が多いかな。どうですかね、左側攻撃強化の方でだいたい見てもらうとこのぐらいのね一つ投資するのに必要なわけなんだけど、おっと、行きますか、行きましょうか。あと右側でこれが最後かな。はい、でこれが終わったらようやく一番下の行動体強化、これね行動体強化にできるわけ。あー、なんとか足りるんじゃないこれ、資源の方ね。あとは問題は加速ですね。おい、やはり美課金の人とか無課金の人とかはちょっといきなり全部やるのは難しいかもしれないけど、こんな感じでいきました。はい、上からね
順番に7分の1とかね、7分の7にしなくても7分の1、5分の1、7分の1とかでいける感じ。5分の1、10分の1で、なので10分の1とかね、7分の1とか、まあ1つだけ投資していくのがいいかな。ああ、余裕がある人はね、もちろんね、もっとやってみるかもしれないけど、こんな感じでやっていくわけよ。そうすると行動単位がね、1つ追加プラスアルファで追加できるってことなんで、はい、執事の方から編成組むガテラにねやってみましょうか。はい、とりあえず攻撃の編成にしましたんで、あー、いいね、やってあるじゃん、これなってるじゃん。上見てくださいよ。はい、空白の1人がいますが、でここで問題なんですけど、さて問題ですということなんですが、誰をね英雄つけるかなんですよ。どの英雄つけるかなんですよね。はい、そして僕が持ってる中でおすすめのやついるんですよ。意外とこれ使えるんじゃないかなってやつがいるんで、まあ、これ無課金さんとか美課金さんにもいいかなと思うね英雄なんですが、それっていうのはねポールなんですよね。ポール見てもらうと、これ内容的にまあまあいいんですよ。まずセットしましょうか。まずセットしましたね。はい、そしてポールを見ていただきたいわけなんですが、はい、これをポール見てもらうと、ランクの方が1の方で暴走速訓練速度が10アップあるんですよ。2の方がランクの2の方がですよ、暴走族の防御力が 10% アップ。3の方がこれね、当該英雄率いる行動隊の暴走族の HP がね 5% アップするんですよ。しかもこれ紫の英雄なんで、集まりやすい集めやすいっていうねところがね、すごいいいメリットかなと思っちゃうところですね。で4番のところで行動速度が 10% アップ で5番のところにはまたまたこれ当該英雄が率いる行動隊の暴走族の攻撃力 10% も上がるんですよ。これ集めやすく使いやすい感じかなと僕は思うんで、紫の英雄、まあもちろんね金色の英雄の方が強い英雄もいるんだけど、なかなか集まらないとね、あ、無課金の人とか美課金の人とかなかなか集めにくいという人がねいると思います。多いと思います。そんな人にすごいおすすめなのはポールなんですよね。その他にもおすすめな英雄は他の動画で紹介しますんで、よかったら見てください。暴走特化で今回は紹介してるんですが、だけどもね、暴走特化とかもたくさんね、いろいろと紹介、おすすめの英雄紹介していこうかと思いますよ。やり方こんな感じで、今ね、第3スロット開放してたわけなんだけど、まだやったことないよとか言う人は、これね、やってみてください。すごいいいと思いますよ。投資センターの方から行きますんで、できますんで、資源の方がね、たくさん結構いったかな、必要だったかなと僕は思うんですけど、まだね、あります。余っております。一番最初に見せた、公開した資源からこのぐらい減っとるわけなんだけど、そんなめちゃくちゃはね、使ってないかなと思いますよ。はい、そして、この他にもたくさん過去の動画で、いろんなね、攻略動画とか、戦闘動画とか、紹介してますんで、よかったら見てください。まだまだね、動画配信たくさんやってきますんで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。